じゃあ列に行きますね。まっすぐ右上がりの1。左寄りから45度ぐらいで払ってきます。少し開けて沿ってこの線に平行に持ってきたら、点はこの線の半分より少し上。そしたらこの肩のあたりからこの縦の線を点のあたりまで、この点のあたりまでね。そしたら最後の線は、辺に対して上下とも長く。